PC 版スノーランナー。契約、監視塔4の復旧をやっていきます。消耗品を1個作成し、隣のマップまで運びます。
隣のマップに来ました。途中の倉庫で、圧延金属を2個乗せ、運びます。圧延金属を2個運びます。消耗品1個と、圧延金属2個を届けました。契約完了です。今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。